この式神に宿る気はメイさんですね。それは夜が深ければ深いほど、闇が濃ければ濃いほどに燦然と輝く空の灯火。それは全てをなくした時に生まれ出る。それは無より生じる、どこにでもある贈り物。それは悲しみを終わらせるために抜かれた刃。メイちゃん、失われそうになれば舞い戻り、忘れそうになれば蘇る。最弱にして最強の、ただ一つの聖なる力。それはここ、この中に。それは偉大なる嘘の歌、誰もがまだ見ぬおとぎ話。されど、それはいつか来る。ミブヤの、いえ、彼女が使っていた。あなたに何がわかるという。あの人にさえわからなかった、この私の何が。わかるまい、わかるはずなどない。心ない魔導兵器に生じたその心の内など、いかに攻撃を防ぎ切るとはいえ、それで戦に勝てはしません。防ぐならそれ以上の力を注ぎ込むまで。やめろサヤタン。この思いはのしかかる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 。遠い昔に対処法が確立して消えた絶技だけど、その対処法も今は残っていないでしょ。万物の頂点者にして古き者、全ての力を従えし烈王の王、風の中心に座す偉大なる皆において、万物の頂点者のまたものたる林道の我は勅命によりて魔術を使役する。完成せよシオネの宴官。これはそんなバカな。サヨタン、
タン。光太郎さん、もうすぐ城が落ちます。それは本当か？その城は漆黒に彩られた悲しみの城、後悔の城、恐怖の城、黒い水が導く涙の墓標。私の半身です。もうすぐあなたに会いに現れます。忘れないで。痛くない？大丈夫？ああ、かなり楽になったよ。もうすぐミュンヒハウゼンさんが迎えに来てくれるそうです。ああ、なあメイちゃん、俺メイちゃんに言われて気をつけてたつもりだった。やっぱり分かってなかった。あいつの心を分かってやれてなかった。俺はやっぱりバカだ。ゴタロウお兄ちゃん、俺じゃもうサヨタンのこと助けてやれないのかな。大丈夫だよ、まだ方法はあるから。それってなんだ？教えてくれ。ついさっき皆さんと話し合って大体の推理が成り立ったの。さよお姉ちゃんは式神になったんじゃないかなって。式神ちょっと、おい！ねじれた城とみんなが呼んでる事件で、さよお姉ちゃんはお兄ちゃんの式神と融合した。そうだよね？おデジョンさんはその結果としてさよお姉ちゃんは生き返ったのではなく式神へと変容したのではないかって。もしそうならさよお姉ちゃんは式神と同じ性質を備えてる。それを呼ぶ者の意思によって規定される神としての性質を。じゃあサヨタンはああいう風に作り変えられちまったってのか？あくまで推測だけど、単純に性質を逆転させる。性を邪に、邪を性に。これが一番簡単な神を変造する魔術だそうです。元に戻す方法はあるのか？あります。普通いくら神とは言っても使役される神、式神を変造するのは難しいことだそうです。ああ、じいちゃんから聞いてる。式神は直接それをくくってる術者が必ずいるから。でもあいつを使役してる術者って誰だ？それはもう一人しかいませんよ。光太郎お兄ちゃんです。何？って言われてみりゃ当然か。ザサエさんと融合したんだもんな。そう考えれば大抵の辻褄は合うと思うの。最近さよお姉ちゃんが精神的に不安定だったのも、体調が悪かったりぼーっとしてたりしたのも、
魔力供給がなされてない状態と考えれば、ほらお腹が空いてるみたいなものだから。魔力供給か。そりゃそんなもんした覚えはないもんな。魔力供給のなされていない式神はもちろん自然と弱っていきますし、使役者のくくりも弱くなっていきます。さよう姉ちゃんも元は人間ですから、変造とかに抵抗力はあったと思うの。でも長い間まともに魔力供給されてなくてフラフラの状態じゃ別ってことか。タカちゃんが言うにはね、何か強い魔力を注ぎ込まれたんじゃないかって。そういう要素があればなおさらです。そしてデジョンさんは、初期の噂、七夕までの噂はそのためのものだったんじゃないかって。噂を使ってさよお姉ちゃんを変造できるだけの魔力の源を作る。その結果が今のさよたんってわけか。なんてことしやがる。けれど今のお姉ちゃんはまだ完全に変造されたわけじゃないみたい。多分何か強い意志が拒んでるんだと思うの。今なら魔力の源を絶って光太郎お兄ちゃんが魔力を供給すれば可能性はあるってことか。それならやることは決まりだ。よし、誰が悪党か知らねえが、こんなことをしでかした奴はぶっ飛ばすのみだ。必ず探し出す。そしてぶっ飛ばす。サヨタンを助ける。決まり。あれ、お兄ちゃん、どういうこと、これ。光太郎様、メイ様、お迎えに上がりました。おや、どうなさいました。お兄ちゃん、光太郎お兄ちゃん、しっかり。これはひどい熱でございますな。早くお屋敷にお連れしませんと。待て、俺はさよったん。そのようなことをおっしゃっても、この状態では何ともなりませんぞ。一旦お戻りください。さよ。やれやれ。光太郎のやつはまだ目覚めないか。申し訳ありません。私も手を尽くしましたが、相当お弱りのご様子で。間抜けな巫女メイドに続いて光太郎まで戦力外とはね。猫さんも猫の手だけあってもしょうがないねって。困ったね。全く厄介だな。で、東京の現状はどうなんだ。情報なしじゃ動きが取れない。もうしばしお待ちください。こちらに新霊町からスタッフが来園に来る手はずになってございます。スタッフ当てになるのか。それはもう指折りの人間です。おいでになられたようですな。どうも、遅れました。新霊庁を委託職員のキム・デジョンです。キムさん、なんで塀の中から。刑期の短縮と引き換えに霊的国防に協力する超法規的措置という線で話をつけました。私は食材のために人屋を抱いてますから、
原型は必要ないのだぜ。それでは俗人は納得しませんもので。挨拶はそれくらいにして話に入ってくれ。俺は近衛孝之、こっちは七代目文子女子の窮地だ。先だってはあなたのおかげで助かりました。千恵君および警視庁からの情報によれば、怨霊の出現はほぼ東京市全域に広がりつつあります。中心となるのは一つは港区東京タワー。この写真を見てください。あららクラン、懲りない女ね。この美人ちゃんを中心に怨霊が湧き出してるように見えるな。そのようです。この写真を撮影した陸自のヘリは5秒後に連絡を絶ったので、詳細は不明ですが、後ろの景色が透けて見えるな。幽霊か。あの黒い怨念と一緒じゃないかな。恐怖のイメージが形になってる。それを核にして再構成された影よ。千代田区水道橋付近では刀剣や軍用銃器で武装した怨霊の集団が自衛軍と交戦中です。あの辺りは白落下でたくさん人死にが出たからな。闇色のカラス、さゆちゃんの目撃報告はないのか。今のところはありません。具現化した怨霊が恐怖を誘って、それによって意識が完成するでしょうか。雑魚を叩きのめしていれば本拠地が姿を現すわけね。単純だけど嫌いな戦術ではないわ。ミュンヒハウゼン、準備をなさい。出撃して敵前衛を砲声で耕すわよ。待ってください。フミコさんが戦う必要がないように私が来たのですよ。何を寝ぼけたことを言ってるの。余計なお世話よ。女性のなさることではありません。戦うのは私だけではないわ。このメイも戦うし、アララだって女よ。私はそのようなことを問題には。お黙り。あなたたち男より女の方が血を見慣れているし、痛みにも強いのよ。これ以上続けるならあなたに喋る口はないわよ、キムデジョン。ではせめて同行させてください。エスコート？悪いけどあなたでは私に追随できないわ。わかりました。ご分を。からさまに落胆しないで。私はあなたに期待しているのよ。裏切ることは許さないわ。囲碁の感性はミュンヒハウゼンに一任。狩りに出かける。消えた。行っちまったか。相変わらずせっかちな女だな。イムさん、浮かれてないで。俺たちも行くとしよう。そうですね。今は行動の時です。キム様、お嬢様がこちらをと。これはサブマシンガンと弾薬、ロケットランチャー。それにお預かりしていたギターケースと2億円です。カムサハムネだ。もはや何も申し上げることはありません。ケム・デジョンはこれより戦いに赴きます。